はい、どうもこうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。今回のですね、動画なんですけれども、以前ですね、動画として出してます初心者の方にソニーの α6400 を勧める3つの理由のですね、動画のですね、フォローアップという形で、今回動画を作成しています。で、どういう内容かというとですね、私のですね、動画を見ていただいて、α6400 のですね、ミラーレスのソニーのカメラなんですけれども、そちらをですね、もしかしたら購入された方がいるかもしれないということでですね、そちらのフォローアップという形で、この α6400 の、使い方っていうのをですね、何回かに分けてお話をですね、していきたいと思います。もちろん初心者の方に向けた、細かい説明、分かりやすい説明っていうところをですね、目指しながらやっていきたいとは思うんですけども、まだまだですね、伝える力からっていうところがですね、不足してるかもしれないんでですね、分からないことがあればですね、コメント欄の方に書いていただければですね、なるべく、コメントを、分かりやすく返したいと思いますので、その辺もよろしくお願いいたします。はい、で、今回はですね、α6400 の、簡単な使い方、なんですけども、こちらにですね、今写真が出ています。はい、α6400、今ですね、ちょっと手元に、今動画を撮ってるのでお見せすることができないので、ここにですね、ちょっと画像を出したいと思うんですけども、このですね、上の部分にですね、スイッチとですね、ダイヤルっていうのがいくつかあります。このですね、スイッチっていうところはまず電源のオンオフをするところになりますね。で、そこのボタンのところがですね、写真のですね、シャッターを切るところだったり、動画の開始ボタンだったりですね、使うことができます。で、C1 って書いてあるところがカスタムボタン1っていう形になりますので、この辺のボタンにですね、好きな機能を振り分けることができるというところになっています。この辺のですね、詳しい話っていうのは、また別の機会にやりたいと思うんですけども、今回はですね、ここのモードダイヤルのですね、ところにですね、P とか A とか S とか M とかですね、いろいろ書いてあると思うんですよ。はい、で、このですね、どういう意味があるのか、この設定でどういう写真が撮れるのか、そういったところをですね、詳しく説明していきたいと思います。なので、カメラを買ったばかりの方はですね、このモードダイヤルっていうところをですね、ちょっと触りながら見ていただくといいかと思います。で、どういった写真をですね、撮ることができるのかっていうところをですね、詳しく話していきたいと思いますので、よかったらですね、最後まで見ていただけたらと思います。はい、で、今回ですね、ちょっと物がないので、はい、画像にですね、ここは出てるんですけど、物がないので、ちょっとですね、どの順番で話していくかっていうところを紙を見ながらちょっとですね、ご説明をしていきたいと思います。まずですね、この一番最初のオートって書いてあるところですね、モードダイヤルのオートっていうところなんですけども、ここはですね、基本的にカメラに全て任せてオートで全ての撮影ができるっていうところになります。なので、初心者の方は一番最初にですね、始めるときに、このオートボタンにしていただいて、自由にですね、シャッター切っていただくとですね、そのカメラが勝手にですね、露出っていうですね、こう明るさとかですね、そういったところをですね、判断しながら、撮影できるっていうところになっています。なので、こういったですね、オートモードを使うと、簡単に、撮影がですね、誰でもできるっていうところではあるんですけども、ちょっとですね、やっぱりカメラ任せになってしまうので、もうちょっと明るい方がいいとか、もうちょっと暗い方がいいとかですね、そういう融通がちょっと効かないんですよ。で、なので、その辺はですね、別のモードを使ってやっていただく形になりますので、その辺もですね、詳しく説明していきたいと思います。なので、一番最初に手軽にですね、カメラに全部任せて写真を撮りたいという方は、このオートモードにしていただくとすごく簡単にですね、撮影ができます。そこからですね、少しずつステップアップしながらいろんなモードを使っていってですね、カメラを詳しくやっていきたいという方にはですね、これから説明するところをやっていただきたいと思います。はい、で、次にですね、説明するのがこの P という書いてあるこの P モードっていうところなんですけども、こちらがですね、プログラムオートっていう形になります。先ほどのオートのところはですね、全ての設定をカメラがやってくれます。全ての設定っていうのはですね、だいたいシャッタースピード、絞り値、 ISO、 そしてホワイトバランス、この辺のですね、数値っていうところをですね、カメラが自動的にやってくれるんですけども、今回のですね、この P モード、プログラムオートのモードっていうのはですね、シャッタースピードと絞り値、こちら
をですねカメラがやってくれるモードになっています。他にですね、例えば ISO だったり、ホワイトバランスだったりっていうのはですね自分で決めることができるんですよ。なので、オートからですね少し一歩進化して、ちょっともうちょっとですね自分で少し設定もですねやってみたいという方はこのですね P モードっていうのがすごくおすすめになってますので、オートモードからの次のステップという形ですね、このですね P モードを使ってみていただくとすごくいいかと思います。でその中で、ISO とかですね、あとはホワイトバランスなんかはですね、ちょっと、どういうふうにですねいじるとどういうふうに変わるのかっていうところをですね、分かっていただけると、次のステップに進めるのかなっていうふうにですね思っています。ISO なんかすごく簡単なので、ISO に関する動画っていうのもですね別で出してますので、そちらもですね見ていただけたらと思います。でホワイトバランスに関する動画っていうのを別で出していますので、そちらをですね参考にどういうものかっていうのをですね知っていただけるといいかと思います。はい、で次にですね A モードのですねお話をしていきたいと思います。 A モードっていうのはですね絞り優先モードっていう形になります。絞り値っていうですね F 値ともですね言いますけども、レンズのですね中にこう絞り羽っていうのがですね、こう羽っていうのがこうあるんですよ。これがですね開いたり閉じたりするところがですね、絞りになってくるんですけども、このですね絞りが開いてる、いっぱいまで開いてる状態を開放って言ってますね。一番ですね絞ってる状態、レンズからですね光をですね少なく取り入れてる状態っていうのがですね最小絞り値っていう形で言います。はい、これですねどういう特性があるのかというとですね、もちろん開いていっぱいまで開いてる方がですねたくさん光をですね取り込むことができるんですよ。で逆にですねこの、開いてる状態がですね、小さいほどですね光を少なく取り込むことができます。なので、これによってですね、明るすぎる場合は絞る、明るさが足らない場合は開くという形ですね、この絞り値っていうのをですね、コントロールしていくものがですね、この A モードっていう形になります。あとはですね、シャッタースピードなんかはカメラがですね、設定してくれますので、その辺はですね、オートでしていただければいいと思うんですけれども、絞り値だけですね、基本的に自分で決めていくっていう形になりますので、これもですね、P モードから次のですね、段階として、絞り値をですね、覚えたい方にはこの A モードっていうのがですね、すごくわかりやすくなってきます。で、このですね、絞りについてもですね、過去の動画でですね、わかりやすく説明している部分がありますので、そちらを見ていただいた方がですね、ここで説明すると長くなってしまいますので、その辺をですね、見ていただくとすごく参考になるかと思います。はい、で次にですね S モードの話をしていきます。 S モードっていうのはですねシャッタースピード優先モードっていう形になります。なのでシャッタースピードを自分で決めるモードになってますね。でシャッタースピードを決めることによってですね、シャッタースピードがですね長いと光を多く取り込みます。シャッタースピードがですね短いと光がですね少しだけしか入ってこないという形になりますので、こちらもですね光の量っていうのをですね調節するために行います。あとはですね例えば手ブレをですね抑えるためにシャッタースピードを速くしたりとかですね、もしくは逆にですねブラしたいからシャッタースピードを遅くするとかですね、そんないろんなですね使い方があります。それもですねよかったらこのですねシャッタースピードの使い方のですね動画も見ていただけるとすごくですね分かりやすくなってますので、その辺をですね見ていただくとすごくいいかと思います。なので P モードからですね次の段階としてですね A モードをご紹介しましたけども、こちらもですね S モードも同じようにですね、A モード S モードですねどちらでも先にしていただいても構いません。で同じぐらいですね重要なものになってますので、 A モードでですね絞り値を理解する、 S モードでシャッタースピードを理解するっていう点でですね、こちらのですね2つ S モード A モード両方ですね覚えていただくと、すごくいいかと思います。であとは撮影スタイルによって使い分けという形になりますので、あとですね、シャッタースピードを優先モードの場合は絞り値はですねカメラが自動に設定してくれますので、その辺ですね、何を優先して撮りたいかっていうところでこのモードを選んでいただく形になります。はい、なので段階的にですね、O とから P に行って P からですね S か A、 そして次の段階のですね M モードっていう形になります。 M モードっていうのがですねマニュアルモードっていう形になりますので、こちらがですね全ての設定を自分で行うっていう形になります。どういったことかというとですね、絞り値、そしてシャッタースピード、ISO とかですねホワイトバランス、いろんなところをですね自分で決めることができて、そういったですね写真の光のですね露出っていうのをですね自分でコントロールすることができるんですよ。なので自分がですね見た写真っていうのをですねそのまま表現することができ
きます。基本的に P モードとかオートモードとかっていうのはですね、カメラが撮りたい写真を撮っているっていう形になりますので、自分が撮りたい写真とですねズレがあったりする場合があるんですよ。なので、こういった時にはですね、マニュアルモードを使っていただくと、そのズレをですねなくすことができるので、自分のですね思い通りの写真が撮りやすくなるのが M モードっていう形になりますので、ただこれに関してはですねやっぱり絞り値、そしてシャッタースピード、ISO、そしてホワイトバランス、これらをですね、理解していただけないとですね、ちょっと使いづらいのかなというふうにですね、思いますので、その辺ですね、私の動画をですね、ちょっと参考にしていただいて、オートモードから P モード、SA、そして M モードという形でですね、段階的にちょっとレベルアップしていただくと、すごくわかりやすいかなというふうにですね、思っております。はい。次にですね、この MR というですね、モードになっています。この MR っていうですね、モードの方はですね、自分がですね、設定する、設定値、例えば絞り値だったり、シャッタースピードだったり、ISO だったりですね、そういったところをですね、保存することができるんですよ。好みのですね、設定っていうのをですね、いくつか保存することができます。それがですね、この MR というモードになっています。このですね、MR のモードに設定することによって、例えば昼間だったらこういう設定値をよく使うから保存しておこう。夜だったらこういう設定値をよく使うから保存しておこうっていう形ですね。使い分けっていうのがですね、簡単にすることができます。なので、そういったですね、自分がですね、どのパターンでですね、どういう設定値にするかっていうですね、基本が決まってればですね、簡単にこの MR で選ぶことができるんですよ。そこにですね、いくつか保存できるので、なので、そこにですね、ストックしておくと、簡単にですね、一から設定せずにですね、ある程度近い状態のですね、設定がいきなりできるっていうところがですね、このMR のメリットだと思っております。はい。で、次にですね、この映画のフィルムのようなマーク、こちらがですね、動画モードになってますので、動画を撮影するときにこちらの設定を使います。はい。動画を撮影するときですね、例えば動画を撮影するときもですね、メニューボタンから 4K なのか、フル HD なのか、またはですね、フレームレートっていうのがあります。24、30、60、120という形で選ぶことができます。で、こちらもですね、ちょっとですね、こういったフレームレートっていうのは難しいと思います。どんなですね、4K で撮ればいいのかフル HD で撮ればいいのかっていうですね、迷いもあるかと思いますけども、基本はですね、フル HD でいいと思います。 4K で撮ると結構容量が大きいので、それなりにですね、SD カードの容量っていうのが必要でなりますし、そういったですね、保存する時も結構容量が大きいので、それなりのですね、ハードディスクが必要だったりするんですよ。なので、通常はですね、フル HD で撮影していただいていいと思います。あとフレームレートに関してはですね、これ基本的なことなんですけども、24フレームがですね、ちょっとシネマチックな映像にですね、撮るような感じのフレームレートっていうのが24になっています。で、30っていうのが大体テレビ番組みたいなのがですね、大体30ぐらいのですフレームレートになってますので、通常の撮影ではですね、30フレームレートぐらいがちょうどいいかなというふうにですね、思ってます。で、60になってくるとスポーツとかですね、そういったものになってきます。あとはですね、60で撮ったものを動画編集して2分の1にですね、することで30フレームにすることができるんですよ。で、30フレームにすることで2分の1のスピードにすることがですね、できるので、それスロー再生っていうことでですね、動画をですね、作成することができます。同じようにですね、120p っていうのもですね、こちら4倍のですね、スロー再生で撮ることができるんですよ。で、このですね、スロー再生に関しては次のですね、S&Q というところがですね、こちらがスロー再生の動画撮影モードっていう形になっています。はい。なので、4倍のですね、スローでですね、動画を撮影できるので、すごくですね、普通に撮れないようなですね、スローのですね、動画が撮ることができます。で、スローのですね、動画を撮ると、すごくですね、シネマチックな動画になりますので、これですね、撮ってみたらすごく面白いかと思いますので、ぜひですね、試してみてください。ただですね、このスローモードの場合は音声をですね、録音できないので、気をつけてください。こちらはですね、動画モードで、スローモーションのですね、モードを選んだ場合は、録音できるんですけども、この S&Q で録画した場合はですね、音声が入らないので、その点だけちょっと気をつけて、スローモードをですね、一回ちょっと遊び感覚でですね、使っていただくとすごく面白いかと思います。
で次にですね、この横長のですね、ちょっと四角い感じのですね、モードなんですけど、こちらがですね、パノラマモードになっています。これですね、α6400 のですね、ちょっと上位機になる α6600 っていうですね、ものがあります。これですね、大体この α6400 に、ボディ内手ブレ補正がついたものっていうですね、認識が大きいかと思うんですけども、実はですね、この α6600 にはですね、このパノラマモードっていうのがついてないんですよ。この α6400 ではですね、このパノラマモードっていうのをですね、使うことができます。これ iPhone でもありますよね、パノラマモードって。こう、横に動かしながら、それをですね、写真撮るっていう、こう、横長のパノラマのでですね、写真を撮ることができるのがパノラマモードなんですけども、同じようにですね、この α6400 をパノラマモードで、こう横にするとですね、もうカシャ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 ってですね、いっぱい写真撮ってくれるんですよ。で、それを自動で横長のですね、写真につなげてくれるっていうモードなので、これもですね、結構面白いので、ぜひですね、風景とか旅行に行った時とかにですね、使ってみていただくと、すごくですね、面白い写真ができるんじゃないかなというふうにですね、思っています。で、iPhone よりもですね、やっぱりちょっと高画質なんですよね。こういった一眼レフで撮ってるだけあってですね。なので風景写真にですね、パノラマモードを使ってみていただくっていうのもですね、一つのですね、楽しみ方なので、ぜひですね、これも使ってみていただけたらと思います。はい。で、最後にですね、 SCN っていうですね、ものなんですけども、これはですね、スキャンとかそういう意味じゃないです。 SCN ってシーンモードっていうんですけども、シーンモードってですね、いろいろあるんですよ。人物だったり夜景だったりですね、このシーンモードを選ぶとですね、細かく人物を撮りたいのか、夜景を撮りたいのかですね、風景を撮りたいのか、そういったものを選ぶことができます。で、それを選ぶことによってですね、例えば人物に特化した写真のですね、設定をカメラが自動で撮ってくれる。夜景を撮りたい場合は、夜景を撮りたい設定をですね、カメラが自動でやって、それに向けて撮ってくれるっていうですね、モードになってますので、オートと P モードよりも、細かくその、どういうものを撮りたいかっていうのをですね、カメラが人物に適したシャッタースピードや絞り値、風景に適したシャッタースピードや絞り値っていうのをですね、設定してくれるモードがですね、このですね、SCN っていうですね、シーンモードになっています。なので、シーンに合わせて、何を撮りたいかっていうのをですね、設定していただくことで、カメラがですね、より一層ですね、設定をですね、細かくしてくれるっていうモードにはなっています。はい。なので、オートで撮りたいけど、もうちょっとなんか、いい感じに撮れないかなっていう風にですね、思った方はこのシーンモードを使って、例えば人を撮りたいときは人物モードにしてみるとかですね、風景を撮りたいときは風景モードにしてみるとかですね、夜景を撮りたいときは夜景モードにしてみるとかですね、そういった設定をですね、自分でしていただくと、それに合わせた設定をですね、カメラがしてくれるので、さらにですね、 P モードやですね、オートモードよりも撮りやすくなっているっていうのがですね、この SCN モードになってますので、ぜひですね、この辺使い分けをですね、しながらカメラを楽しんでいただけたらと思います。はい。なので、今回ですね、モードダイヤルをですね、細かく説明していきましたけども、カメラをですね、勉強して、いろいろ自分でですね、撮っていけるようになりたいという場合はですね、オートモードから P モード、そして S か A、 そして M モードっていう形でですね、段階的に、覚えていくとすごく分かりやすいかなっていうふうにですね、思っています。で、カメラにですね、もう全部設定を任せて簡単にですね、写真を撮りたいっていう方はオートモードや P モードですね、あとは SCN モードなんかですね、使ってみていただくと、すごく簡単に撮れるので、その辺をですね、参考にしていただけるといいかと思います。あとはですね、パノラマモードだったり、スロー動画だったりですね、動画撮影だったり、いろんなモードありますので、この辺もですね、カメラをですね、楽しむためにいろんなですね、ものを撮ってみたらですね、楽しくですね、カメラライフっていうのをですね、送れるかと思いますので、ぜひですね、これ10万円以上もするカメラですので、ぜひですね、こう楽しんで、いっぱいですね、使い倒していただけるといいかと思います。はい。というわけでですね、今回の動画はですね、α6400 をですね、初心者に勧めましたので、それのですね、フォローという形で、もしですね、α6400 を買った方のためにですね、こういった使い方がありますというですね、ご紹介をさせていただきました。参考になったでしょうか。今後もですね、こういった α6400、もしくはニコンの D750 とかですね、カメラに関するいろんな話をですね、していきたいと思いますので、よかったらですね、チャンネル登録やですね、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。